県内では今日新たに27人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。また1人の死亡が確認されました。岩田市のスポーツジムでは新たなクラスターも発生しています。県内ではクラスターの発生が今日も確認されました。岩田市のムエタイなどを教えるスポーツジム、盆栽柔術で、今日までに利用者5人の感染が分かり、県内46例目のクラスターと認定されました。 昨日、クラスターが発生した浜松市のサロンとスポーツジムが一体化した施設、ジョーズアカデミーでも新たに一人の感染が分かりました。客の知人だったということです。止まらない県内の感染拡大、何とか食い止めようと自治体レベルでの動きが進んでいます。PCR 検査をできるだけ早めにやっていくということがあのクラスターの防止 になるという,うな見解であります。今日も新たに1人の感染が確認された富士宮市では、市内に住む低所得者をはじめ、医療や福祉教育施設に勤務する人などを対象に市が行っている PCR 検査の全額を補助することを決めました。また、一人親世帯に対して8月に給付した臨時特別給付金を再び支給するとしています。